白石市長選挙は開票の結果、現職の山田雄一氏が新人の村井武氏を855票差で破り参戦を果たしました。山田氏は白石市出身の48歳で、選挙戦では18歳までの医療費の無償化や刈田総合病院を中心とした地域医療の充実化を訴えました。次の4年も市民の皆様の笑顔あふれる白石の実現に向けて頑張ってまいります。投票率は 61.83% で、4年前の前回を 3.76 ポイント上回りました。